やハロー、こんばんは。はい、現在6月28日月曜午後9時50分です。はい、今日はですね、風の谷のナウシカと、玉浦3つ目4つ目を見てからね、ちょっとあのほんま久しぶりにパフォーマーからね、久しぶりのパフォーマーから連絡があってね、ちょっと会ってきました。めっちゃ近所で。はい、で今帰ってきたんですけども、さっき帰ってきましたけども、はい、ちょっと今回はですね、まあ皆さんこれ誰が興味あんねんと思うんですが、あのアニメリアクションをやってる時に起こる困ったことをベスト4、中途半端ですけど、これをね紹介していきたいと思います。はい、ということで早速ですけども行ってみましょう。4位はこれです。やっぱ香織先輩これ可愛いね。待って、うまい、くっそ今取れへんぞ今。前は、はい、ということで4位はね、電話が鳴った時です。出られませんからね。これがまだね、開始30秒とか1分やってないんですけども、もう開始5分過ぎたからなってくるともう困りますよ。これ最初の5分のリアクションが初見じゃなくなるということでね、これは困る、これはほんまに困る。まあしょうがないですけどね、電話を。ただ電話もまたね、あのかけ返せばなんとかなるんで大丈夫ですけどね。なんで、まあ、これ4位です。理由としては、かけ返せるから4位ですね。はい、じゃあ続いて3位がこちら。うん、うわ、もうええとこやのに。はい、3位はね、インターホンです。あ、確か、ちょっと何の時か忘れましたけど、あったんですよね、1回。あ、確か、そのまま確か僕アップしてるはずです。ちょっともうどの動画か忘れましたけど。もうこれに関してはどうしようもない。まあ、不在票が入ってればいいんですけども、そうじゃない方だったらね、どうないしようもないということで、もう3位です。はい、続いて2位。こちらです。いきなり払いだってきた。やばい。たたたたたたた。うわ、どないしよう。まだ、うわ、どうしよう。まあ、1分53秒か。まだ今で止めれるけどな。うわ、これは迷うぞ。払いった。うわ、あかん。オープニング渡してみよう。はい、2位はもう急な、もう、催しですね、これ。もうね、もういつやったかも忘れました。もうあの、僕はもちろん動画で普通に見てもらう分にはもう絶対バレないようにしてますけども、実はものすごい腹痛いの我慢しながら見てる時があったんですよね。これは困ります。これがね、さっきも言ったように、開始30秒ぐらいだったら、まあ一回止めて、とりあえずトイレ行ったらいいんですけども、開始これがもう5分超えてくるとね、もう初見リアクションでなくなってしまうんでね、一番困るのはあの、劇場版で1時間ぐらいのところで来る時とか、もう一番困りますね、これは。はい、ということでこれが2位です。さあ1位はこれです。わかんねえ、むった、やばいな、これ若またリズムあるとこれ35分やしな、あと1時間ぐらいあるか、じゃやばい、あー眠た、あかんがね、こういう時はマジックや、マジックを使って足の裏思いっきり押していい、たた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 、よし、これで目覚ますぞ。痛い、くそ、ちょっと内容入ってこめん、痛い、よっしゃ、目覚めた、これでいこう。はい、1位ね、これ実は何回もあるんですけども、劇場版見てる時の眠気、もうね、一応劇場版見る時には寝るようにしてます、ちょっとだけ。ただ去年、まあでも削除してますけども、隣のトトロのね、初見、去年初見やったんですけども、寝てしまってるんですよ、途中で寝てしまってます。で最近で言うと、メイドインアビスの、深き魂の霊名かな、あれめちゃくちゃ眠たかったんですよ。あれと、ここ最近で言ったら天空の城ラピュタもめちゃめちゃ眠たかったです。あと何だかな、 なんかとりあえずね、劇場版で眠たいのありましたわ。で実はね、皆さんに気づかれないように、実はこれ、このマジックを使って、あの足の裏を思いっきり押して、あの痛み与えて目覚ましてます。あと ここより下見えてないんですけども、思いっきり脇腹つねてます。実はもしかしたらそれが分かるかもしれません。最近で言うと白箱もそうです。白箱もめっちゃ眠れたかったですね。うん、ちょっと、まあ、僕はもうパープリンなので集中力がどうやら1時間半2時間
うん、まあ、今日見たラピュタに、ラピュタちゃんは天空の城に関しては、あ、違う違う違う、崖の谷のじゃない、風の谷に関してはもうちょっと寝て起きてすぐに見たんで、まあ、助かりますよね。はい、という感じで、僕がアニメリアクションをやってる時に困る出来事4選でした。誰が興味あんねん。ね、これだって別にこれ撮影さえしてなければ何でも言いません。もう途中でピッと止めるだけですからね。ピッと止めて、インターホンだったらピッと止めて出りゃいいだけですし、電話もピッと止めてね、電話出りゃいいだけなんですけど、まあ、トイレもそうです。行けますしね。眠たかったら途中でもう止めて仮眠取ることもできる。ただこれがね、アニメリアクターとしてはこれができない。っていうのが、まあちょっとね、辛いところかなというのを、なんとなくこう分かっていただければありがたいかなと思って、このどうでもいい動画を作りました。はい。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。今日がですね、もう焼くならマグカップも終わっちゃったんでね、どうしようかなと思ってます。今、まあ、だから玉浦かな次、ちょっとまあもう次何見るかはもう分からないですね。今、春アニメの今日の分はないので、どうしようかなって感じです。はい。引き続き応援よろしくお願いいたします。以上、マジダイブ浜田でした。40歳です。それでは。